果たして韓国は行くのか。リアルタイム編集で見ていこうや。韓国のグループはスペイン、コロンビア、アメリカと同グループ。ちなみにスペイン対アメリカはスペインが勝利してる。となると、韓国はこの試合絶対勝たないといけないわね。スペインとアメリカに勝つのは相当厳しいし。そういうことだな。グループステージ突破を目指すには非常に厳しいグループとなった。だから引き分けでも行ったと言えそうだ。ちなみに日本は？ブラジル、ポーランド、ザンビアのグループだ。明日日本はポーランドと対戦する。もちろんリアルタイム編集で試合直後に投稿予定なので今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。なんかブラジルとザンビアって結構縁あるわね。だな。直接的なライバルはブラジルかな？って感じだが、無事突破してほしいな。さて、間もなくキックオフ。実は韓国って U20 でコロンビアに負けて敗退してるのよね。これまた縁がある。ドイツに勝って奇跡的突破するも、その直後に。しかしドイツって韓国相手にやらかしすぎじゃね？毎回やらかしてるような。確かに。さあ前半キックオフ。力関係はどんな感じかな？男子とはまた違うし、アンダー世代だと特にわからないわよね。この辺はそうだな。ただ、スペインとアメリカが強いのは間違いないからここはお互いに必勝だと思ってるはず。2分、韓国センターサークル付近から直接フリーキック。バー直撃。女子ではこういうのがあるのよね。面白い。中学の時、初めて試合した相手にセンターサークル付近からシュート決められまくったのを思い出した。キックオフ直後に得点が入り続ける地獄絵図。泣きたくなった。韓国のキーパーやたら持ち上がってきたと思ったらクソすぎるパスして草。何しに出てきたんだ。最終ラインの一角にポジショニングしてたわね。前半10分、左サイドを韓国が突破してクロス。中央でダイレクトシュートもキーパーナイスセーブ。ここまでは韓国のが若干優勢な感じね。女子の場合って南米勢そこまでじゃないからな。最近強くなってきたが、ブラジルくらいよね。強いとこで思いつくの。そうだな。だからブラジル以外の実力がどのくらいかはやってみないとわからない。ここまででもやっぱり思うけどさ、女子サッカーは本当にレベル上がったわよね。今までって目の前の相手にすらまともにパスできないほど筋力とか弱かった。当然男子よりはスピードとか劣るんだけど、以前とは比較にならないレベルになった。普通に楽しんで見れるようになったよ。以前は正直、韓国見てるとさ、何かと話題の町田ゼルビアを思い出すのよね。私もみんなと同じく疑問に思う部分もある。その前提で聞いてほしいんだけどさ、私は割と町田ゼルビアを肯定的に見てるんだよな。これはあれそう。でも、すべてを肯定してるわけじゃないから。まあそれはどのチームにも人にも言えること。このスタイルって今まで J にはなかったからな。特に日本では受け入れられないタイプだけど、こういうチームと普段から対戦できるのって大きいなと。25分、コロンビアがロングスローから抜け出してシュートもキーパー正面。このシーンもなんだけどさ、普段から町田ゼルビアはこういうのを武器にしてるからいい練習？にもなるのよね。こうやって普段から J リーグで対戦してれば海外に多くあるタイプへの対応もできるようになっていくし、町田ゼルビアとの対戦が海外移籍しても生きてくるのかなと。とか言ってたら27分、コロンビアが先制。右サイド抜け出してそのままシュート。センターバックの対応よろしくなかったわね。センターバック寄せに行ってたらまた違ったかもな。目の前の選手が気になって対応が完全に遅れた。まあその前に右サイドぶっちぎられてるからな。何にしてもこれで韓国は2点必要になった。さっきの話に戻るけどさ、私は勝利にこだわる姿勢は好きなのよね。自分もサッカーやってたからなおさら。だから個人的に町田ゼルビアは好きだし、それと同時にありがたい存在でもあると感じるんだよな。日本サッカー界に変化と成長をもたらしてくれると。ただ、いきなりそういう日本サッカー界に異物が来たもんだから色々騒動になってしまってる。その部分については私も確かに。って思うけど、それと同時にこういったポジティブな面もあるのよね。そして34分、韓国が PK 獲得。どうかな。冷静に決めて同点。もったいない PK を与えたわね。なんでもないボールだったのに。だな。まあしかし韓国も昔とは比較にならないほどクリーンになったよな。ぶっちゃけ中国とかなんかよりもよっぽどいい。ラフプレイの面はね。それ以外では色々大騒ぎして昔とその部分は大して変わらんわ。それなぁ。もったいない。せっかくラフプレイ減ってきたんだからそこら辺もまともになってくれればなぁ。私は煽ったり厳しいこと言ったりもするけど、全部が嫌いなわけではないからね。韓国にしても中国にしても、まともにやってくれるなら韓国だろうが中国だろうがいいんよ。でも必ずラフプレイだったり不快な言動されるから。それがなければ別に何も言わん。まあそれはみんなも思うところでしょう。41分まで来たけど、基本的には韓国が若干主導権を握りつつ。って展開ね。
実力的には韓国が若干上かなって印象はあるけど、大きな差はない。やっぱり拮抗してるな。アディショナルタイム7分。結構あるわね。あのさ、多分今回もサムネで煽ってると思うけどさ、自分でも思う。やっぱり基本サッカー好きなんよ。韓国がやらかすかどうかよりも普通に試合を楽しんでる自分がいる。普通に面白いわ。これ U17 だもんね。何回も言うけど一昔前からは考えられないほどレベルアップしてる。個人で剥がす技術とかもすごくなったなぁ。普通に楽しんじゃってる。女子、しかも U17 となるとかなりのコアしかこの動画見てないだろうからわかると思うけど、コアになればなるほどゴールシーンよりもこういう細かい部分見て面白いってなるんだよな。一般的な人と試合の感想が異なるのよくあるのよね。普通の人が今のシュートすげーっていうところを、その前にあの選手が裏に抜け出すことでスペースを作ってくれて、左ではあの選手が、とかやっちゃうんだよな。相手ドン引きですよ。サッカーの面白さってオフザボールとか細かい部分が一番面白さが詰まってる。ここに行き着くのよね。さあ前半終了。いちいち同点で折り返し。いやー普通に楽しんでしまった。ぶっちゃけるけどさ、私韓国のことなんとも思ってないんよ。動画では煽るけど興味が全くない。だって私たちと何の関係もないからね。だから普通に試合楽しんでます。どうせ見るなら楽しんだ方がいいよ。せっかく大好きなサッカー見てるんだから。それでも耐えられないほどのクソサッカーを見せられることもよくあるんだよな。海外サッカーでもよくある。深夜に起きてこれかよみたいな。それも含めてサッカー好きだわ。クソサッカーも見せられるからこそ、いい試合見た時の感動もさらに高まるからな。さて、いちいち折り返しだけど予想通りだな。このグループはスペインとアメリカ、韓国とコロンビアってのがはっきりしてるし。お互いに負けるのはもちろん、引き分けでもダメでしょうからね。後半は熱い試合になりそう。熱い試合といえば明日は日本対ポーランドがある。そちらもリアルタイム編集で試合直後に投稿予定なので今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。高評価ついでにコメ欄でこの試合の感想や最近の女子サッカーのレベルアップどう思うかなど聞かせてね。リプレイ流れてるけど、コロンビアの得点シーン。先ほど言ったようにセンターバックが一瞬対応を迷った。それが失点につながる。ディフェンスってのはこの一つのミスで叩かれるから大変だよな。自分もディフェンスやってたからさ。オーストラリア戦の谷口もね。それまでどんなにいいプレイしてても一つのミスで。前線は逆というのがまた。フォワードだったら10回中1回でも決めればいいからな。他がどんなにひどいプレイでも1回の成功で大絶賛される。しかしキーパー含めたディフェンス陣は10回中9回良くても1回のミスが許されない。しかも前線ほど大絶賛もされないしね。だから意識的にリアルタイム編集とかでは特にディフェンスについて言及するようにしてたりする。オフザボールの話とかしたけどさ、それはディフェンスにも当てはまるからな。最終的にセンターバックの対応悪かったけど、これにも複数の要因があるからな。一人のせいじゃないのがチームスポーツ。谷口のもよね。あのシーンだけ見れば谷口だけの責任に見えるけど、その前のプレイから見ると色々問題が見えてくる。ミスが出る原因って必ず複数。だから個人だけを言うのは意味がないのよね。レベル全然違うけど、自分はディフェンスやってたからどうしても状況がわかるし、感情移入もしちゃうんだよな。ってことで私はディフェンスに明らかに悲喜します。はい。ってことで後半。後半になって言うの遅いけどさ、ついこの間 U20 女子ワールドカップやったばかりなのにね。本当にな。U20 終わったと思ったら今度は U17。休む暇がない。立ち上がりはコロンビアが攻勢に出てるわね。女子サッカー全体に言えるんだけど、今コーナーキックで高く上に上げる対空時間の長いハイボールを選択した。これ女子では特に有効よね。ディフェンスもキーパーもこの手のボールの目測を誤ることが女子サッカーでは非常に多いからな。思わぬミスが生まれやすいんだよな。51分、ペナルティエリア内でゴールとディフェンスを背にしてキープ、フォローに来た選手にパスしてシュートもキーパーキャッチ。コロンビア惜しかった。やっぱり海外ってこうやってディフェンスを背負える選手がいるの羨ましいよな。典型的なポストプレイよね。練習みたいに綺麗だった。後半立ち上がりコロンビアいい感じ。韓国は我慢の時間だな。男子サッカーはあれだけどさ、韓国の女子って意外と面白いサッカーするわよね。ふと思ったんだけどさ、韓国は S 級スターいない方がいいんじゃ。S 級スターに依存するとどうしてもクソサッカーになるし、いなくなった時困るからな。女子がやってるようなサッカーに男子もシフトしていくのが正解に思える。女子は S 級スターいないからね。ただ、このサッカーを選択するとどう考えても日本よりは劣ることになると思う。今も劣ってるから OK。せやな。今大会はドミニカ共和国で行われてるけどさ、ここら辺の国はありがたい。だって試合時間が午前中だからな。早朝もあるけどなんて良心的なんでしょう。
一番早いのが朝5時からだもんね。そこから通してみても問題ない。アジア最終予選なんかは19時から通してみたら朝になってるからね。廃人になってましたよ。やっぱり夜はちゃんと寝るもんだよ。饅頭として明らかに体に異常が発生する。61分。落ち着いてきた感じだけど、韓国はゴール前にボール運べてないのが気になるわね。ちょっと流れが良くないよな。って思ってたら選手交代。だろうな。このままではいかん。日本の話になるけどさ、この世代は心情がいるわよね。で、FIFA プラス、盛大な放送事故。この画面久しぶりに見たな。放送事故の時出てくるカラフルな縦線のやつ。まあ無料だからね。見れるだけありがたいわ。そして霊夢が言ったように心情が一番の注目選手だよな。楽しみだ。そうね。そして最近はスペインが女子サッカー界を席巻してきてるわよね。この大会も前回優勝してるし、初戦アメリカに 3-1 快勝してる。そうなんだよな。だけど今大会も北朝鮮がいる。もしかしてまた日本と北朝鮮の決勝になるのでは。組み合わせ次第ではその可能性が極めて高いな。ちょっとさすがにアンダー世代負けっぱなしだし、ここで勝ちたいわね。アンダー世代の北朝鮮尋常じゃなく強すぎ。そうなんだよな。この世代も北朝鮮に負けてアジアカップ準優勝してる。そろそろ勝ちたい。けどガチで北朝鮮強すぎなんよ。日本も尋常じゃないくらい強いんだけど、どの世代も北朝鮮と対戦すると完敗するんよ。スコアはいつも差がないんだけど、試合内容は明らかに完敗。何もできずに負けてるんだよな。どんだけ北朝鮮強いんだよ。日本もえげつないほど強いのに相手にならない。その感じを聞いてもやっぱり今大会も決勝は日本対北朝鮮になりそう。今決勝トーナメントの組み合わせ見たらお互いに1位か2位になれば決勝まで当たらないし、やっぱりそうなる可能性が極めて高いな。あとはアメリカかスペインが山かな。U20 と同じ構図やな。しかしこうして雑談でいけるくらいにはなかなかチャンスが両チームない試合だな。もう78分だもんね。お互いに勝ちたいと同時に負けられない試合でもあるからなかなかスペースができないわね。アジア最終予選でも触れたけどさ、韓国は追い詰められた時のあの強さは何なんだろうな。U20 でも最後ドイツに勝って突破してるし、今回もそんなことがあるかもな。そうなのよね。このまま終われば韓国行った後はやるけど、その後の謎の底力。さすがに今回はアメリカとスペインだから難しそうだけど。3位通過もないんでしょ？毎回ややこしいよな。3位通過があったりなかったり。今回は2位までしか突破できない。だからさすがにこの試合には最低でも勝たないと相当厳しいよ。このまま終われば事実上敗退と言ってもいいくらい。そうよね。残り7分とアディショナルタイム。果たしてドラマはあるのか。この時間帯は韓国。てかキーパーどんなミスしてんだ。韓国にコーナー。今はちょっと間抜けなミスしたけど、積極的な飛び出しでハイボール全部弾き返してるいいキーパーだわ。個人的に気になった部分なんだけどさ、海外のキーパーってめちゃくちゃレベル上がってるんだよな。対してアジアって全然。大きな課題だな。確かにね。いろんな試合見てると海外のキーパーはすごいレベル上がってるけど、アジアは変わってない。北朝鮮でさえ、唯一の弱点はそこと言えそうだしな。あと2分とアディショナルタイム。サムネ結構迷うわよね。韓国行く。ってしても引き分けで行くってどういうこと？ってなるから。状況がわからないからな。まあうまいことやろう。それにアディショナルタイム何かあるかもしれんし。アディショナルタイム9分。随分あるなぁ。得点するには十分だけど、なんかお互いに点入る気配が。お互いに勝ちに行けばスペースがかなり空くだろうしわからん。お互いに勝てなければこの試合は負けに等しいだろうし、ある程度リスク覚悟になるかもしれん。確かにお互いにスペースは空いてきた感じはある。引き分けってのも反応が難しいから決着つけてほしい。引き分けでも言ったと言えるんだけど、霊夢が言うようにちょっと反応に困るんだよな。今コロンビアが攻勢に出てるからここで決めたら最高に盛り上がるけど。残り3分。韓国はこの後スペイン、アメリカの順に対戦することになる。このまま終わると非常に厳しい。まあ勝っても非常に厳しいんだが。でも望みをつなぐためには勝利しかないわよね。あと2分。前半面白かったけど後半お互いに雑になってきたな。てかここで韓国交代するんか。アディショナルタイムもう残り1分だが。勝ちたいのかそうでないのかよくわからんな。コロンビアがペナルティエリア内でシュートも外れて試合終了。いちいち引き分け。反応には困るが、この後を考えたら言ったと言えそうだ。何にしても、今大会は韓国の盛大な生き様、日本の試合に北朝鮮がどうなるか。注目が多いわ。韓国の KC 大号泣してるな。一番気持ち入ってたし。なんかごめん。言ったとか言って、一番気持ち感じたわ本当に。悔しいだろうけど切り替えて次頑張るしかない。
さて、明日は日本対ポーランドを同じくリアルタイム編集で試合直後に投稿予定なので今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。高評価ついでにコメ欄でこの試合の感想や今大会の予想など聞かせてね。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？ウプ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。